薬、はい。もっと生き入れてよ、このオープニングのファンファーレ。お、ファンファーレだよ。ファンファーレじゃないじゃない、それ。何よ、子守歌。何、寝ちゃうよ、聞いてる人。勢いがなく動きも緩慢でキレがありません。最後まで諦めないこと。この夏合宿を18人全員で乗り越えること。心一つにフォワードマーチ、それがみんなの合言葉です。予行中学校の18人は2つの九州大会にエントリーしています。最初の九州大会は福岡で開催されます。前日のリハーサルは規定に従い楽器を使わないで動きだけを確認します。しかし動きも固く元気がありません。声出していこうねって言ったじゃない、今日さっき出した声出した。何を考えてやったの今リハ、何を考えてた、やりながら。あああそこが審査員席か。ああお母さんが見てる。なんか その程度よ君ら。違うんじゃないの、金賞目指してるんじゃないの。いやー、その気迫感じないよ全然。今のリハからはこんなために練習してきたの君たち。心一つにフォワードマーチじゃないのこのチームの。気持ちを切り替えられるかが、こう大会で金賞を取れるか銀賞で終わるか。みんな一人一人がもっと集中力上げて、もうミスするとか論外だと考えて、みんなもっと気迫出して頑張っていきましょう。はい、はい、この日の夕方向かった先は福岡市内にある女子校です。日本でもトップクラスの実力校です。以前から練習の見学を依頼していたのがこの日実現しました。見学だけのつもりでした。よろしくお願いします。演奏は女子校の先生の思いつきです。
しかしこの出来事が18人の心に火をつけました。感動したいですよ、テールが。ねえ、素晴らしい。みんなとってもよかったよ。とってもね、上手なのでね、あと音色だけ。音色のバランス。太鼓はちょっと、僕はすっごい上手いんだけど、ちょっと落としたらいい。で、出すとこを出したらいい。ここだっていうとこはね、そうね、曲の中で 2、3回ぐらい。あっても、あなた全部、フルパワーだから、そこちょっと抜いたらいいと思うよ。もう一息ちょっと気になったのはね、自分たちがこの音楽で何を伝えたいかっていうのがもっと明確にあったか、いつもなんとなく練習でだれちゃって同じことの繰り返しみたいな感じ、もっと新鮮な感じ、ここはこうだよとか、ここはこんなバラードだよって、やっぱり音楽の変化がもっと欲しいな。ちょっと難しいんだけどね、まあ非常に高いレベルです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。どういたしまして。九州吹奏楽連盟主催のマーチングコンテストには九州沖縄から26校の中学校が参加しています。ほとんどが30人以上の編成で、中には70人の学校もあります。銀賞11位、10位までが金賞です。あと一歩でした。